ストレートエニアグラム二等辺の友人です。T 隊長です。隊長でございます。はい、高須院長、うん、大村愛知県知事、うん、リコール、リコールメンバー、うん、リコール発起人メンバーというんでしょう。うんうんうん、エニアグラム何タイプに見えたか、うんうん、という、うん、ちょっとやってみようかと。高須ジャパン、高須ジャパン、高須ジャパンが何に見えたか、うんうん、高須院長、うんうん、出てたのが高須院長と作家の百田さん、うんうん、明治天皇の夜叉後の武田恒康さん、うん、で、ジャーナリストの有本さん、うん、で中部大学教授の武田邦彦教授の計5人ですね、うんうん、これが何タイプに見えたかっていうのをワイワイキャッキャと会見見ましたでしょうか。1時間40分、うん、また別の動画でこのどんな会見だったかっていうのをまとめた動画も上がってるんですけども、うんうん、今回はこの出てた5人、うんうん、高須ジャパン、高須ジャパンが何タイプに見えたかというのを、うん、まあ、一番分かりやすいのは百田さんの話。百田さん、もうあのなんか叱りつけるとかね、その共同通信の人が質問を投げた時に、うんうん、そうではないということです以上っていうなんかあの切り方とかね、うん、そう、もうくだらないこと聞くなって言うなもう本当、うん、分かりやすいのはあの辺ですよね。8あれ間違いない感じです、うん、であと、うん、武田、明治天皇の夜叉後の武田さんは何タイプになりました、うんうん、あの、なんですか、理論ですね。理論整然と話す。そう、三。三。で、うん、その後の流れで、うん、まあ、武田恒さんは CBC っていう、うん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 、多分全国的に言うと、まあ、TBS 系というんでしょうか。うんうんうん、こちらでは CBC っていうのがあるんですけど、うん、この辺の、うん、はい、そこのゴゴスマっていう番組、レギュラーで持ってたらしいんですけど、うんうん、そこを下ろされるっていうのを上げてたんですね、うんうん、結構その動画は結構明るく、うん、キャッ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 って喋っていて、明るいですよね、でもあの人は。それを見るとそう、うん、でよく虎ノ門ニュースとかも見ると結構明るく話されるのを見ると、うんうんうん、まあ自己主張明るい、まあ三も明るい、まあまあそうですよね、そうなんですよね、うん、僕の知り合いの三の人とかは明るいんで確かに、うん、色がありますで、うん、ジャーナリストの有本さん、うん、女性のキレッキレの、うん、キレッキレので、その百田さんが共同通信の人に対して、うん、そうではないということです以上って切った後に一言言わせてください、うんうん、刀、私の刀抜いていいですか、うん、みたいな、うん、まあ多分自己主張っていうのは間違いないのかなと。うん、あそこにいる人みんな自己主張っぽい気はしますけどね、まあ、そうなんですよね、うん、で、あの切れ方、うんうん、もうやっぱりその3に見えてしまう、もうどう、うん、どうしてもやっぱりその3にしか見えないというか3、5そう、まあ、ゴーリっぽいじゃないですか、はい、あの喋り方、そう、あ、そうなんですよね、うん、で、あの方ももともとは、うん、その記者席にいようと思いました、うん、って言ってたんですね、うん、記者席からジャーナリストとして、うん、と思ったんですけど、なぜかここにいます、うんうんうん、っていうのからすると、うん、もしかしたら5かもしれない、うんうんうん、あ、5の線も、まあ、あの合理的な、なんか全てをこう計算し尽くして喋ってるみたいな、はいはいはい、もうまとめてからバンと、はい、あれをこう一瞬にまとめてるのがすごいなっていうところありますけど、その議論、うん、議論をしましょうみたいな、うんうん、姿勢とかも5の6というんでしょうか、うんうんうん、あ、5の6はあるかもしれないですね、5の6みたいな、うん、結構アグレッシブ、アグレッシブアグレッシブに攻めますみたいなのが、うんうん、のが、まあ、なのでまあ分かんないですけどね、あの辺、まあ、キャッ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 今もちろん分かりません、うん、はい、なんかなんか雰囲気とかちょっと怖い感じもあるんで、8とかもありそうな、あー、なるほどな、8、1もありそうな、確かに取りつく島のない感じもしますよね、うん、8、1とかもありそうな感じが、確かに僕が持ってるエニアグラムの本で、うん、8は女性に例えた絵が載ってたんですね、うんうん、エニアグラム、うんうん、8のところがすごい
女教師だったんです。キランキランみたいな。あ、でもその感じはあるかもしれないですよね。なるほど、うん、確かに、うん、で、あ、1ね、そうするとね、1、18の、まあ、1の合理、あ、まあ8、まあ、うん、うん、5でも合理的な感じ、あとは1、うん、5、そうですね、そう、なので、まあ、5、まあ、3、1、5は合理じゃないですか、はいはい、で、ただあの雰囲気からいくと8とかもありえるかなみたいな、そうですね、うん、で、武田教授、武田教授、あの中でも、うん、結構皆さん他の人が、うん、その税金の使われるのが、うんうん、っていうことをおっしゃってるのに対し、うん、武田教授は、うん、いや、学問の自由、芸術の自由が侵されるのが良くないんだ、うん、っていうこの独自の視点、独自の視点で、結構あの中でも結構、あの、何でしょう、結構基本笑顔ベースなんですよね、あそこで話される時も、うんうん、で、まあ、その学術、うん、その文化的な発展っていうのが県の成長には欠かせないんだっていう、うんうん、このなんか言い方とかが僕の中で結構その急な感じがしたんです、うん、その感じはあります。僕も独自の視点で行きたくなりますもん。あ、なるほど。だから僕はこの人たちは違うんだけどねっていう雰囲気と、うん、僕は僕でこういうとこが気になるんだよみたいな、うん、なんかあの一方的になっちゃう気がするじゃないですか。はいはいはい、高須ジャパン、高須ジャパン右寄りだみたいな、高須ファミリー的な感じになるのに多分ちょっと懸念を感じて、ちょっと違う空気を、なるほど、違う方向からもこう、あ、これは虎ノ門ファミリーでありながら、うんうん、違う空気も、違う空気を、なんかあの基本はその日本ヘイトに対して、あ、そうですね、はい、でそれに対して税金を使うのはどうなのかっていう声が大きかったですね、っていう話じゃないですか、はい、なのでそこで攻めていくと、まあ、同じことになる、あし、うん、その武田教授は愛知県民なんですよね、愛知県民、そのカードとして県民じゃないじゃないかっていう中で、武田教授は愛知県民、うん、愛知県民なるほど、そうだからなんか違う路線、自分の得意分野の路線から、あ、文化的な、文化的な、はい、うん、っていう攻め方、なるほど、多分僕もなんか違う方向からこうなんか外堀を埋めていきたい感じ、なるほど、正面突破ではなくてみたいな、なんでちょっと、うん、独特な空気が出てましたよ、うん、でさあ残りました温帯、うん、高須院長でございますと、高須院長が一番難しいですよ。なんかそのあのメンバーやる前に、うん、あのいろいろ話をしていて、うん、隊長なんか結構ツイッターを見ると、うん、1じゃないか、うん、っていうのをおっしゃってて、うんうん、私はなんかそのどうしてもこの癖でね、うん、成功者っていうと、うん、すぐ3って思っちゃうんですよ、うん、頭いいんだから3でしょみたいなで、うん、3だって思いながら見てたんですよ、うん、そうしたところなんかその3と思ったことは僕一度もないです。あ、なるほど。で私は結構その厳しい人で、うんうんうん、あまりその喋ってるところ見たことなかったので、うんうん、イエス高須っていう CM と、うん、頭のいいで、うん、ツイッターでは厳しいっていう印象しかなかったので、うん、3かなってずっと思ってたんですけど、うん、見るとねすごい基本なんか朗らかな、うん、あの笑顔ベースの、うん、なんか気のいいおっちゃんみたいな感じで、うんうん、その喋り方とかも、うん、理路整然と話すのではなく、うん、結構ちょっと言葉に詰まったりとか、うん、たどたどしかったりとか、うん、なんかその頭に血が上ってうまく喋れないから仲間を呼んだんだよ、うん、っていうのがこのタイプ6 タイプ6に見えてしまったんですよ。あ、委員長タイプ6一緒じゃんって、うんうん、どうです。僕はなんだろうな、僕はでもなんか有利に見えたかなと思ったんですよ。有利タイプ、有利タイプですか、うん、あの人前でうまく喋れない有利タイプですよ。なるほど、うん、というとというとって有利タイプで言うと4、5、9、うん、だと9ですかね。なので分かりにくいです、うん、一番分かりにくいと言われる9 9、 あ、9って思ってるというか4、5、あれの感じ、お疲れ様です、あれあの感じ、あの感じ
あの感じで有利っぽいなって思って、はい、有利ってなると4、5、9じゃないですか、はいはい、で4、5、9のどれかなって悩んだ時に分かりづらい、はい、なるほど。あ、まあ、うん、まず5だとでも理路整然と話しそうじゃないですか。5だとそうなので、多分うまくあの記者会見とかであんまりこうまとまらずに喋るようなタイプって、はい、9とか2とか4とかなんですよね。2ね、2ね、確かにね、あの私が感じた笑顔基本笑顔で、うん、その真っ先に岡村さんを許しましたよね、うんうんうん、あ、2かもしれないですね。そう、さっきの動画皆さん動画 ご覧になると結構、うんうん、高須院長は迷わせるかもしれません、うん、あ、2はあるかなって今は思いましたね。確かに真っ先に岡村さんを許して、うん、もう僕がいいって言ってるんだからみたいな、うんうん、要はあのスポンサーだったんですよね、うんうん、オールナイトニッポンの、うんうんうん、っていうところからすると、あ、2はあるかもしれないですね。そうですね、うん、その病院の院長として、うんうん、まあ、整形外科医だけじゃなく、うんうん、まあ、総合病院も管理して、うんうん、愛よみんなに愛を与える。6だともっとちゃんと喋りそうじゃないですか。準備はちゃんとしますよね。準備はちゃんとしますよね。もうこの辺とか何なら台本とかを着ながらこう喋りそうじゃないですか。安全を期してね。そう、はい、確かになんとかなるやで出た感じ、うん、そう、楽観の、まあ、こんだけ呼んだし、うんうんうん、こう力強い論客をねって。あ、2かも。そう、あ、その9にだからしっくりは来なかったんですよね。なるほど、うん、あ、でも今2なんかごっくんです。ごっくん2ごっくんしました。今2かもしれない、はいはい、あと、うん、我々 M8 の答えとしては、うん、今回の高須ジャパン、高須ジャパン、高須院長はタイプ2、うんうんうん、百田さんは8、うん、確定まあ院長も、まあ、高須院長もタイプ2、うん、まあ、丸角、うん、ほぼ確定かな、うんうん、百田さんは8確定、8確定で武田つてやすさんはタイプ3、うん、有本さんはちょっと迷うところで158、うんうんうん、みたいな、うんうん、で、武田教授は9、うん、いかがでしたでしょうか。はい、こんな、リコール署名と同時に、うんうん、エニアグラムでも楽しめる今回の会見、はい、会見まあ面白いですよね、あの会見そうですね、1時間40分見る価値は、うんうん、あのニュースとか見るよりも全然面白いと思います、うん、面白い、はい、すっげーなーとか思いますよ、この人よくこんなに、ね、理路整然と喋れるなみたいな、っていうのと、まあ、うん、愛知県の左巻きの記者がこんだけ弱いのかっていう、うん、こんな情けないなっていうもうちょっとうまく言いくるめてくれよっていう、うんうん、なんかバチバチが見れればね、うん、もっと面白いっていう、はい、ところでした。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございます。